家庭交響曲作品53は、リヒャルト・シュトラウスが作曲した兄弟交響曲。演奏時間は約43分。左手のためのピアノ協奏曲、家庭交響曲余録作品73についても、本項で扱う。1902年から1903年にかけて作曲され、1904年3月21日、カーネギーホールにて作曲者自身の指揮、ニューヨーク交響楽団により行われた。なお、日本初演は1954年6月8日、クルトベス式 NHK 交響楽団の演奏で初演された。演奏時間は約43分。4管編成であるが、ティンパニは1人でサクソフォーンが4本使われているのが特徴的である。この曲はシュトラウス自身の家庭の様子を曲にしたとも言われている。曲は切れ目なく演奏されるが、4部に分けることができる。第1部では、最初に、家庭の主人の主題が提示される。発想記号にゲメッシュリッシュやドロンリスチなどが使われ、この人物の性格を描写する。その後、妻の主題がsehr lebhaftという発想記号で提示される。次いで、子供、そしておばとおじが登場する。切れ目なく、第2部に移る。第2部は、子供が遊び、そして母親の子守歌に包まれて眠る様子である。切れ目なく、第3部に移る。そして第3部では、子供が寝る中、仕事をする、夫、愛の交換、妻の気遣いの様子が描写される。ここまでは、音楽が途切れることなく続くが、次の第4部との間ははっきりと区切られている。子供が起きると、第4部に入るが、フガートの作曲技法により、両親は子供の教育方針をめぐって喧嘩を始める。子供が泣くほどに激しいものとなるが、やがて落ち着き、二人は歌を歌う。しかしまた高潮をして、クライマックスに至る。大管弦楽の効果が最大限に発揮される場面である。賑やかな家庭生活が描かれて、幕を閉じる。最後のクライマックスに、ティンパニ独奏の二丁調の音階があり、出版のスコアには書いてないが、最新のティンパニのパート譜には書いてある。これは、当時のウィーンフィルハーモニー管弦楽団のティンパニ奏者が発案したものであるが、事前に直接作曲者の承諾を得たもので、後に一般のパート譜にも書かれるようになったので、普通は問題なく演奏される。指揮者では、マゼールやサバリッシュがライブ、録音とも比較的よく取り上げてきた。その他では、メータ、セル、ライナー、オーマンディ、ケンペ、プレビン、アシュケナージ、カラヤンなどの録音を聞くことができる。歴史的演奏としては、作曲者自身、及びフルトヴェングラーのものが演奏史上重要である。管楽器、弦楽器とも難度が高く、編成も大きいことから、実演ではあまり聞く機会がない。特に第4部は、金管楽器を極めて躍動的に用いるシュトラウスらしく、大変賑やかな音楽が展開されている。5度以上の跳躍フレーズが多用され、例えばトランペットのハイ C 連発、ホルンによるハイ F 連発や、ハイ A、1オクターブ半の急加工など、技術的に困難な箇所も多い。純粋なアマチュアオーケストラでの演奏例はあまり聞かない。家庭交響曲余録作品73は、リヒャルト・シュトラウスが作曲した左手のためのピアノ協奏曲。家庭交響曲へのパレルゴンなどの訳題も用いられる。パレルゴンは付属作品、副産物を指す。単一楽章で書かれており、チョーチフスにより渋滞に陥った息子、フランツをめぐる体験がテーマとなっており、家庭交響曲の子供の主題が引用されている。作曲は1924年から1925年にかけて行われ、1925年10月6日、パウル・ビットゲンシュタインのピアノで、フリッツ・ブッシュ式、シュターツ・カペレ・ドレスデンによって初演された。演奏時間は、約21分。家庭交響曲余録に関するカテゴリー。ありがとうございます。